今日はですね、ケトジェニックダイエットの強い味方、私の一番大好物の部分を紹介したいと思います。これはですね、鶏の皮肉、この多量の脂を摂取することによってですね、筋肉の、ね、整合性が、ね、増していくという。先生、油の方は取ってもよろしいんでしょうか。あのケトジェネリックダイエットには多量のね、油分が必要なんですよ。そんなことよりも、ね、この家に来てナンバーワンの食事です、これが。今までなかった、これは。先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ、いただきます。うんまうんまうんまもちろん鶏肉なんでね、あのバルクリも、うん、筋肉にもね、いいんですよ。一役買ってます。うん、俺、こんなん食ってないの。これ全部いいの今日。はい、どうぞ。それで蓋開けたウサギの肉とか違いますよね。鶏皮肉20本余裕。味は何点？味5点5点5点、満点中5点5点。これはもう食べてきたよ。今日は何をやるのかなと思ったんですけどね、まともな食事をいただけた、本当に。しかもまともに食べれてるというね。先生、あの油物は、うん、あの気持ち悪くなって、あのいっぱい食べれないって前回言ってはったんですけど、うん、それはもうちょっとになるかもしれない。期待しておく、見といて。まだ5本目だから、まあ、でも今日はいけそうですよ。やっぱこう、あの揚げるっていうことによってね、すごいあの瞬間的にね、肉を沸騰させてるんでね、旨味がギュッとね、はい、分離されてるよね、旨味と栄養分。先生、マジで美味しそうっすね。うん、味付けはどんな感じなんですか。うん、でこれ衣に味がついてるのかな。まあ LA ではね、ブラックペッパーをね少々つけたりね、シトラスとかね、レモネードとかはね、ここはジャパンだからね、この油はね、マジでね、下痢になる量だよ。日本のボディービルダーなどの方はあの、うん、なるべく脂質を抑えて、うん、あのダイエットの方をしてるみたいなんですが、うん、それについてあの先生はどう思われる、うん、どう思われますか。日本のダイエッターの皆さんに、はい、うん、やはりですね、大きいエンジンにはね、大きいエンジンになればなるほど上質な油がね、必要になってくる。その上質なね、油分をね、どうやって取るかですよ。あのフィッシュオイルについてはどう考えられてますか。フィッシュオイルはね、僕週2回取ってるんですよ、うん、アルファリポ酸、アルファリポ酸、オメガリポ酸、まあそんな感じだよね。それをサラダにぶっかけてね、スピードダウンしていくんですか、うん、ちょっとね、油がね、うん、思った以上にね、もう十分かもしれないですもん、これ。僕、皮に、鶏皮肉めっちゃ好きなんですよ。やっぱ鶏肉っていうのはね、タンパク質が豊富ですからね。なんで盛り合わせにしなかったの。それはね、買ってきた人に来てもらったら一人しかいてないけど、アシスタントは彼はいつもね、すごいね。でも今日はね、あのすごい良心的。これ始まる前までは、あの星の王子様にあの七味唐辛子かけるって言ってたんで、だいぶあの良くなった、これだと思う。ドロドロ、お腹の満足度は100個。味付けします。やだやだやだ、すみません、開けません、まだ。うまそう。あ、ふんちゃん、この揚げにたっぷり油が、油をアルバで、油で固めたっていう食べ物やったね、これは。タンパク質はどれぐらい、ちなみに。おそらく、衣についてる小麦に少々入ってるんじゃない、うん、揚げてますんで。揚げてるからね。タンパク質以前に炭水化物入ってますね、それ、よう考えたら。まあ、美味しいからね。すごい気持ち悪いけどね、今。LA ではみんな食べてますから。みんな食べてますからね。なんでやろう、史上最強に体がおかしくなりそうな気がする。どうされたんですか、先生。LA では、うん、まあ大丈夫だね。どうしてだろう、美味しさが感じなくなった。あー、なんでこうなんねん、いつもなんでいつもこうなんねん。ここへ来るといつもあれだね、最後のスパートが辛いよ。今日はでもね、始まりがまだね、あの楽しめたから、楽しめた、美味しかったからね、始まりが。いつになってもあの終わりは辛い。これあの皮だよね。一つ疑問が先ほどからちょっと生まれてるんだよね。タンパク質はどこにあるのか、ね、
タンパク質ですか、はい、すいません、油のことばかり考えタンパク質のことを私忘れてしまいまして油の多い食材を買ってきてしまいました。つらい、これもつらいわ、もうやめよう、もうやめたい。刺激はね、必要だからね。ここにですか、お医者さん。ちょっとエクステンドつけた方が美味しいかもしれん。この舌が麻痺してんのかな、これ。LA でみんなつけてるちょっと最近ピリ辛の方が、うん、ホットペッパーピッチキンみたいな感じで楽しめる、はい、こちらですね、サソリ三兄弟、これの今日はほんなオートドックスなサソリ辛、これちょっとかけると美味しいです、うん、非常に。油って吐きそうになるよね、でもかけすぎじゃないかな。いや、そんなことない。匂いからしてすごい辛そう。マジか。大丈夫です、一気。うわー、これ1ヶ月前ぐらいになったぞ俺。ここで30分ぐらい寝込んだやつやねん、これ。これ一晩中辛いやつやな、これまたな。うわあ、ああ、うわあ、ああ、息が痛い、息が痛い、息が痛い。お水ください。本日もありがとうございました。タンパク質どこ。 LA ではみんな食べてますんで。タンパク質出るやないか。本日もありがとうございました。ありがとう。お水ください。